はい、皆様大変長らくお待たせいたしました。さあ、それではですね、1回戦の成績を踏まえた上で、まずはトータルポイントの確認をしていきたいと思います。はい、画面切り替わるでしょうか。こちらをご覧ください。里中がポイントを少し減らしましたが、まだ首位をキープしております。そうだね。はい、上がってきたのは吉田ですね。もうでも本当すごいね、一気にトップ2回取んなきゃダメだって言ってたけど、はい、1回で来たね。そうですね、もうプラスマイナスゼロといったところまで。へしこパワーだね、へしこパワー。へしこ、へしこは結局何だったんでしょうね。どういった食べ物かまだ。サバのまだ分かってない。やつで。あ、そうなんですね。注文しました。はい。え？早速、休憩中に。では今度その味のご感想をお願いいたします。そして苦しいのが高橋ですたね。だ、さっき言ったじゃないですか。はい。60でトップ1回で変わっちゃうんだったら、高橋も残りあと7回で、はい。これだって2、3回トップ取ったら？すぐプラスですね。ですよ。だからまだまだ全然やっぱり大きいですよ、順位点。そうですね。全然大丈夫でございます。はい、ぜひ高橋にはこのトップを取る姿をそうだね、ね。このクリスマスに見せていただきたいと思います。さあ、それでは選手の皆さん、準備が整ったようです。麻雀ウォッチシンデレラリーグ第2節 A ブロック2択の2回戦、ご覧ください。対局がスタートとなります。今度のチーチャは先ほどトップを取りました吉田が再びチーチャですね、連投となります。なるほど。なんちゃには先ほど3着里中花、シャーチャは惜しくも2着となりました篠原さゆみ、4着にトップを狙います高橋樹。このような打順でスタートいたしました。ドラがチーソーです。篠原が、お、ドラドドララ、しドかラも固定。1巡目から固定しましたいいね。ですね。あれは固定していいですね。はい。あの手は。高橋は、はい。8勝8敗でしたけど、国士は見切りましたね、1そうだ、巡ま目だからこね。くってる場合じゃないと。こぐってる場合じゃない。こぐっ国士てやる。ってる場合じゃないああ、ですなるほね。ど、なるほど。こぐってるって言うんですね。あ、国士することを大体こくってるって言いますよ、麻雀プロは。大体の麻雀プロ。ほとんどですあ、ね。ほとんど。MD が全員です。MD 側はね、そう、MD 天側は井分人かのんないん中で。でですね。全員です。田尾さんもよくこくったりこくられたり。こくったりこくられたりしてますね。あ、はい。ここ切り取ると非常に。MD が同士で。失礼しました。さあ、さ吉て。田、想像が伸びました。これはでも伸びたというか、統一が膨らんだですか。4組になっただけなので、上がり率は大して変わってないですね。そうですね。あらら。ロ6ワン番を切っ切ておっくて。と単ヤオですが、はい、そうですね。あららららら。もうこのいいシャンテン。あれでも高橋もすごい進んでますよ、一瞬で。確かに何か国士の話をしてましたが、はい。40、わずか4巡で普通のピン風にしか見えなくなりましたね。メンピンドラドラにしか見えない。あ、佐藤が今、はい、いいシャンテン拒否しましたね。そうなんですよ。リャンマンのところでローマンを打っとければいいんですけど、リャンマンが1枚切れなのかな。そうですね、1枚切れです。だから面白くないんじゃないですか、リャンピなンとリんャンマン。て言ってたら、はい、シャーチャの篠原からリーチが入りました。ここれれはスめムーズちなゃく展ちゃい開。る、めちゃくちゃいる、イースーマンです。めちゃくちめゃちいゃる。くちゃいますね。7枚。しかも高めのスーワンが4枚。あっと、あ、ここれで6、にでも16枚。枚。あ、一一発発でだ。打たれました。一発で出ちゃった。リーチ一発、ピン風ドラドラ、裏はどうでしょうか。9ピン乗らずです。8000点の篠原の上がりとなりました。れなんか随分ふっと落ちましヤたンね。マンが3枚里中目そう線でです。見えていた見えてとまいうす、こ見とえてまです。ワね。ンチャンスです。ななかるなほど。か里中行くとこ行くんですね。面白い。さあ、続いては都の2局、豊潤に回ってしまった里中の親番です。ドラが数ピン。おお、いくつか？見えますか？いや、もうそんな言ってます？あれ並んでなかったっけ？ありましたよ、確か。ありました？ああ、吉田もいいですね。まあまあ。はい。さかなか、統一が3組、やかいが1つ。ああ、一旦ね、はい、一旦でもいい手だ、いい手はいいた手のだは間ね。違いないですね。はい。高橋もいいんじゃないですか？そうですね。ああ、なんかみんな結構いい、そこそこいいですね。まとまってますね。はい。ああ、なんかすごい断面がいっぱい。
ここでやっともういいかなと、うん、スーピンがドラなんで使えるんです ね、 そうですね。高橋は最低6、7、8に決めたいんだけど、うん、なんかもうパスがないんですよね。もうなるほど、この時点でちょっと厳しいですね。さあ里中、ドラがスーピンで統一です。はい、両面もあるけど統一が4つ。統一どうします？あのドラドラですよね。そうなんですよ、親で。はい、チュンな1枚目スルー、2枚目出た、嘘ついた、もう出るって言わなきゃいけないんですけど、出たって言っちゃった。出ますよね、チュン。うん、まあ出てもおかしくないですね。出ませんでしたけど、さすがに泣きますよね、次は。そう、違います。あ、泣くと思いますけどね。僕は1枚目から泣いちゃうかもしれないんで。まあね、こうじゃ、なんていうんですかね、うん、そういうちょっとゆったり構える人の心理が、うん、多分大井さんの方が分かってると思うので。あ、確かに確かに、はい、これはもうチュンポン2枚目です。大井さんもポン、私もポンします、うん、これはドラドラに月ですよ、はい、そうですね、はい、しかもまあ残りも泣きやすい牌揃ってますからね。なるほど。いや、でもこれ泣きやすいと思ったら泣けないですね。リアンピンは全部使われてますね。あららら、はい、これ相当出ないリアンピンなんだ。相当出ないですね。リアンゾーも出ない。うわ、これ絶対出なくなっちゃう。吉田がこれでイーシャンテンです。ドラを引きました。これ上がれないんじゃない。上がれなそうですね、うん、今のところ、うん。そして篠原、これで天敗ですね。ん、今いいっす。何が起きた。イーシャンテンです。あ、すいません、からぎりからぎり、失礼いたしました、はい、申し訳ありません。高橋めちゃくちゃいい1番引いて、引いたね。で、パーソーが倍1で、まあ、ないけど、けどやっぱりないけど、うん、あ、出るかもしれない。あ、天敗だよ、こっちは。今度こそ天敗です、はい、スーさあ、ここでリーチといくか。いきますね。来ました、リーチピンが赤1のイースーピン待ちです。イーピンとスーピンが1枚ずつですか。はい、山2枚です。これを追撃できればでかいですけれども、そうですね、これ高橋がウースを引けたら、はい、パーソーリーチ者の筋になってるんで、はい、高めでダマ点で上がれるかもしれないんですよ、これ。かもしれないですね。このツモがウースの時、今もう間に合わない。ああ、うん、これで吉田に打たれちゃうんで、パーソー多分。あ、打たれちゃいますね、はい、なんならリーチですからね。はい、吉田も追いつきました。リアウピンです。いや、現張りですよ。あ、でも行きましたね。はい、分かりました。はい、ウーピンがいます。あの、連ピンは順からなんですけど、はい、あ、そのウーピンがいきなり来た、はい、ウーピン3枚でしたが、今1枚減りました。これでも里中また宝珠じゃないですか、リアンピン。いや、これ結構危ないですよ、はい、だってスーピンドラの時ってこれ大体打ちますよね。はい、これ里中ピンチですね。ただこれ勝負しようにも、はい、テンパんないんですよね。あ、嘘、おー、びっくりした。里中なんてこれテンパんないんですよ。リアンピンない。リアンゾーが出ても、いや、サブローピンは、サブローピンはまあな、うん、3ピンないんですよね。3ピンは0枚ですね。ローピンチしてもリアンピン打つよ。だってドラは数ピンだから。あ、やめましたね。やめました。これはいいと思います。はい、あ、そしてウーピンを掴んだ。掴んだのは篠原。上がりは吉田。リーチピンフドライチユラドラのウサ乗りません。3900点の上がりとなりました、はい、また吉田と篠原がちょっと抜け出す形になってます。直取りからリーチボコミ4球取ったんで、うん、逆転ですね。はい、はい、たくさんコメントありがとうございます。ありがとうございます。いっぱい見てますからね、ずっと見てますよ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてはトンの3曲です。親は篠原、ドラがトンです。はい、親はこの、おっと、ドラがトンなんですけども、この後画面に映るペーチャの里中にドラのトンが統一の模様です。急にどうしたの。急にペーチャの話し出したのびっくりしよ。すいません、オートっていうから、ね、すいません、目に入ったのかと思いましたね。統一でした。しかも統一かい、暗号だと思ったよね。暗号だと思いましたね。ごめんなさい、気をつけます。いえいえ、はい、ドラ好きなんですか、ドラ。足立さんは好きですね。あれ、ドラって皆さんお好きなのかと思ってました。いや、だから後継の方が好きってことですか。うん、そうですね。僕も後継の方がどっちかというと好きですけど、はい、こう例えばこの里中の手とかって、はい、こうちょっと難しいんですよね、さばくのがね。うん、ドラ統一だけに上がりたいのは上がりたいんですけど、この手でもらって、例えばペン3万ぐらいからチーして、メンタンピン赤の人にリーチ来て放銃するのはすっごいストレスです。すっごいストレスですよね、はいはい、ドラがあるからって生かされて。でも泣かないともう上がりの形も作れない可能性があるんですよね。そう、だからペンサンマンチーするじゃないですか。うん、こ
で誰かにトーンを絞られてトーン持ってない人からリーチ大体あるあるパターンですよね、うん、それはね。それは気持ち悪いですね、その一連の、うん、篠原からリーチが来てもおかしくないですからね、こういった形のいい選手から、ね、はい、はい、篠原そうですね、3ワンいいと思います。ただ567もあるから、はい、何かが起こるかもしれない、高くなる要素はありますよ。例えばウーワン引いたらローソー切りで天敗取らずもありますよね。ありますね、うん、お、吉田いいローワン引いてね、四トイツ目ですかこれ、はい、ヒーフーミーヨー、ヒーフーミーヨーですよ、四トイツ。あ、三アンコだ、できちゃった、できちゃった。これできちゃうと急に小さく切りたいんですよ、はい、なぜならば崩れるから、はい、ウーパー層で。ただやっぱり上がりやすさがねちょっと、いやもうほんと急にチーズを切って3万個を一旦確定させた、確定させたいですよね、はい、それがねやっぱりね、プロを20何年もやってるとそういう心理になる。私もプロ何年目か15年ぐらいまではピンズ切ってました。なるほど、はい、2枚切りの白はいらないかさすが、うん、そして高橋も先ほどイーシャンテンになりました、はい、はい、なんちゃなんですよね、なんちゃです、はい、なんが叩ける、そうですね、取るんじゃないですかね、ポンテンも。なんを叩くって言うんですよ、視聴者の皆さん。あ、スポンサー確かにちょっと良くないですね、良くなくないの、いいの、専門用語をしてそれを説明してあげれば一番いい番組。なるほどなるほど、うん、使うプロはね、そのね、ポンすることをね、叩いていくっていう、そういえばなんか自然と使ってますね、こういうのって。そう、何も意識してないけど、はい、結構いろいろな言い方があるんですね、マージャン。そうですね、リーチを曲げるとかも、そう言いますね、はい、吉田これは3ピンを切ると両面両面ですが、一応9万を切る選択も後でね、ウーパーは引いて、うん、ちょっとね9万持ってると打点がないですから ね、面白くない、はっきり、ね、ああ面白くないですねこれもね、ちょっとただ親で、テンパネしてて、はい、裏1 2 6オール、はい、これは偉いですから、うんうん、で川を見てください、ウーパーはいいです、これはいいです、ということはリッチ、ここで勝負といきました。さあこれで他の3名もイーシャンテン、どのような展開になるでしょうか。追いついた高橋です。4山対スーチピン、スーチピンはここに4枚、3枚かな、ここに4枚、バニー1枚、はい、3対4なんでいい勝負ですね。ただお互いテンパネリーノミっていう共通点面白いですね、テンパネリーノミあんまりないですよね、ないです、テンパネリーノミって、はい、なかなかないです。しかも出上がりでテンパネのバージョンで意外と少ないんで、そうですね、2人とも出上がりでテンパネ、こういうなんか八百中杯あんこと、はい、チュンチャンパイのあんこがっていう、はいはい、さあ手詰まりなんですよ、ドラドラなのにね、チートイーシャンテなんですけど、いや行きたいですよこれは、本人ラス目ですから。では何を切るのか、ただトータルの113っていう数字が彼女を悩ましてるんですよ。そうですね、手止まってますよね、はい、降りるならば例えばトンとかドラですけど、あ、ドラか、はい、でも一番当たりにくいのはトンですよね、間違いなく打った時高いですけど、うん、リアンピンは片方の筋、そしてワンチャンスですね、はい、何切りました、私も分かんないんで端っこ E1 切っちゃいます、はい、分かんねえです、うっせえっつって、僕も両ピン切りそうですね、多分。イーワン切った理由はもう一つあって、親が3万が早くて、うん、親には一数万は取りそう。そうですね。いやいや安全そう。うるさいってダメですね、うるさい打法。そして吉田も先ほどイーシャンテンに復活しておりますが、ここで E ピンを持ってきました。これはダブルワンチャンス。よくね、こういう1444みたいにたくさん持ってるの打ちたくないっていう人結構いるよね。はい、うん、まあ、割とどうなんですかね、体感多少当たりやすい気がしますけどね、普通のただ単独の無筋よりは、まあね、それはそうです、うん、よいしょ、さあまだまだいっぱい当たり牌はありますけれども、積も回数も十分ありますね、めっちゃあるね、暗冠なんてのもあるんですかね、リャンゾー暗冠はありそうですね、リャンゾー今吉田が今まさに掴んだ、里中再びここで選択となります、もうあれですよ、あれ2ピンが3枚出てます、トーラは2巡です、1ピン、そうですね、3ピン3枚と2ピンが3枚、ただ3枚ずつ見えてるくせに、はい、4枚目がどっちも見えてないですよね、うん、残りの山の長さとどう考えるか、逆に不自然じゃないのかと、これは無理だな、もうパーピンにしました、やっぱり親が嫌だ、
親の筋にしましたね。そう、円張りなら曲げないでっていうバージョンがいくつかあるじゃないですか、うんうん、そうですね、単品赤ドラとか、そう、そういう、まあ、今回ドラトーンですけど、高め8000点の親の現物とかは闇手にしそうですもんね、うん、そう、あとはちょっと待ちの苦しそうな、5-2 ぐらいだとか、うんうんうん、なので行ってみましたが、うん、今度はパーピンのとこしたのと考えたのは、うん、ヤンマを合わせるかどうかということですか。それとあと吉田が降りてるのかしらと、うんうん、ベタ売りなのかしらっていうのが少し疑問、うん、これでベタ売りに見えるかもしれないですね。そうそう、その程度なんでまだ、うん、しかしこうお二人の上がり牌がなかなかやってきませんね。なかなか出てこないですね。まだまだいると思うんですけど、これで両ピンが4枚見えた形になります。いいピンが切れそうですね。あ、両ワン重なっちゃった、今さら。ウーワンですね。積もりました、親の篠原です。これは裏ドラが大きいぞ。どうでしょう。なし。裏ドラなし。テンパネですね。1300オールです。今日篠原なかなか乗りたい局面で裏ドラ乗らないんですよね。1回も乗ってるんじゃないですか、はい、5回ぐらい積もって。こうウーハンの上がりやチートイツなんかの時も、あと一つというところでなかなか裏ドラが乗りません、うん、ただやっぱり裏ドラなんていうのはほらなんていうか終わった後のおまけみたいなもんなんで、やっぱ上がれてるからいいことはいいよね。はい、上がりはこう技術ですもんね、はい、さあ続いてトンの3曲の1本馬です。引き続き篠原の親番ドラが3番です。なん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 か、うん、高橋また予兆が多いですね。これは本日に向かいやすいっちゃ安いですか、はい、里中も今1位、ね、いやー簡単そうか、23点、こんなに早いんだ、もう無理だ。またテンパネだ、リーノミだけどそうですね、テンパネ、ほぼほぼテンパネ。あれあれん、吉田も嬉しい赤のピン引きです。あれ？お、ペンチーマンを一旦固定しました。これは面白いですよ。一気通過みたいのは分かるけれども。うん、あ、でもこれは面白いな。パーピン打ってもいいし、E ピン打ってもいいし、9万面白いぞこれ。ヤンゾーと9万のシャンポンリーチを拒否する形ですか、すごいね。シンデレラに言うのはなんだけど、おじさんっぽい。なんて言ってたら。リーチ来ちゃったね。はい、親のリーチです。篠原からサブローピン待ち5枚山、まあ、そういう観点で言えば、うん、篠原がさっきから見てると一番、まあ、なんていうか若者っぽいというか、あ、なるほどね。リーチ、あのリーチ判断とかも早いですよね、うん、さっきのあの、うん、羽マン積もった換算ピンリーチも、うん、高橋がちょっとやんちゃっぽいね。やんちゃ、高橋がやんちゃっぽくて篠原さんは若い者っぽくて、吉田と里中はおじさんっぽい。誰いないよ、8キロから9キロあ、いないですね、はい、なかなかいないです、うん、切んないです。切んないでしょ、切ったことないですね、正直言って。そう、田中さんは若々しいから、まあ、どっちかっていうとですけどね、9番切りですよ、はい、うん、いや面白い、面白いですけどね。いや本当に意図はすごい分かりますけど、これで赤赤になりましたね。吉田です。赤赤になったんでちょっとションパイの白まずいって、うん、端っこの1ピンぐらいは行ってとやっていくかもしれないですよ。これは吉田も黙ってないと思いますから。まあそんなにね、篠原のリーチってことで親なんですけど、あ、おいおいおい、これ難しいね。1と8どっち切る、1か8か、どっち切る。僕は1ですね。視聴者皆さんコメント寄せてください。 E ピンとパーピンどっち切ります。ウーマンもあります。ウーマン、さあ E ピン切るメリットはリャンソーポンした時にリャンウッパーとかチーピン引きもある。うん、でパーピン切るメリットも、一気通貫で関連ピンとか、おお、キューピンがね現物でね拾いやすいんですよ。そうですね。でパーピンが場に出てるんで、はい、これは面白い選択で、どうなるか、さあどうなる。あ、でもパーピンの方がいいような気がしますね。なんか見てると、どっちもある。両ピン引いたら勝ち。三走か。これを引くんだったら、そうですね。でもEピン切った方がいいでしょ、差し子があるから、うん、そうですね、Eピン切った方がいい。そうです、これは差し子があるから、ローソー危険筋だし、サブローソーも6級層も通ってないんで、おい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 、
戦争のワンチャンスということですか。いやいいピン切った方がいいと思ったけどね、うん、本人すごい6球ピンにめちゃくちゃ自信持ってるんですよ。なるほど。だから2ピンさえ引けば勝ちだと思ってるんですよ本人。おっと、リャンデーごめんちゃん、イスチソサブロソでしたよ。いってこれは痛いですね。一旦ウマン短期に構えました。これは参ったね、うん、これは参ったね。イスチソサブロソならすぐ上がれたったね多分。リーチした。あ、3ピンがイーシャンティの高橋から出ましたね。出た。さあリーチ、裏ドラは順で乗りません、はい、これはテンパネですね。2400点の上がりです。2400は2700点となりました、はい、うーん、まあタラレバを言えば吉田のごめんちゃんリーチが入ってればこの3ピンも止まっていたかもしれないですね。吉田の代わりピンズがなかったんで止まってましたね多分。分かんないですでも高橋は、ね、負けてますから。はい、次行こう。はい、はい、続いてはトンの3曲の2本馬です。ドラがウーソー。今の手はでもね、吉田の手はね、昔から一通と三色の黄金のイーシャンテンっていう、はい、三蔵つもぎるっていうのが昔セオリーだったんですよ。なるほど、はい、ヤンハンティアクが王道の時代ですね。黄金のイーシャンテンって聞いたことありますね。そういえば、はい、うん、さあ里中がぼちぼちの手ですぞ手ですぞ。四統一篠原、うん、まあ、まあまあまあ、はい、上がれなくはなさそうな手ですけど、ね、やっぱり打点的にどうなのかなっていう。打点でいいのはやっぱり里中ですよ。はい、ここはだってドラがウーソーでこれですよ。はい、赤もドラもある、はい、使い切れる形。あ、小さいぞ、イーシャンテン。何切ればいいのこれ、ドラ色、うん、とりあえず離れてるやつが切れますね。あ、なるほど、面積を見ると、うん、少しまだちょっとチートイツとは決めづらいかなっていう感じでしょうか。若者っぽい、そう、そうなんですよ。森さんはもうあの白すら残ってるバージョンがあありますね。ある。チートイツをやりだしたらいよいよよ、いよいよおじさんね。チートイツをやりだしたらそうですね、しかも決め打ちし始めるともういよいよおじさんですね。里中も567の3色が見えます。あ、でもこれは数ワン切りますね、これでチートイツ。はいはいはい、はい、もうそういうなんか悪いところが残る面つっては嫌なんですよね。そう、両面先に埋まっちゃってっていう。567って言いましたね、足立さん。これですか。はい、これですね。あらららら、どうします。来ました。どうします。あーっと、篠原チーピンがアンコはまだ残します。はい、やっぱりアンコ系の打点がある形になるのだったらメンツでもいいですよね。川に何発は1枚ですか。何が、そうですね、何が1枚、これは急走が1枚か。吉田もいいシャンテン、一気に場が進んでいきます。さあ発が持ってきた、ポンだ。さあどうする、ポンポン77あるもん、はい、先にチーズ打っちゃおうか。打っちゃいましょうか、ね、フェイクで打たない、しない、緊急回避のパーソンのために、はい、急走はねやっぱ1枚飛んでるんで。ただ急走今のうちにチーズ打っとかないと、最終手足がチーソーだと急走出にくくなっちゃうんですよ。そうなんですよね。これで何ポンしてチーソー出しだと、はい、特にしかもこれ3ワンポンでも、はい、これ3ワンポンすると篠原 4号手まず払ってるんで、はい、これほぼトイトイに見えちゃうんですよね。ほぼというかもう 100% ですね。さあその難が泣くことができました。これですね。でこれチーソー打つと、ただこの順番だと急走は出ないけど3万出るかもしれないですよ。そうですね、はい、はい、ただ実際はですね3万が手配で2枚使われていますので、なんだって現状急走だけあるとしたら急走ですね。ちょっとこれどうですかね、急走も一応2巡目とはいえ1枚切れてるんで、どっちかっていうとパーソーの方が、パーソーとかウーソーとかの方がちょっと怖いかもしれないですね。いや、ウーソーはないですよ。ウーソーだったら固定しますもん、ドラだから。うん、そっか、確かに、うん、でしかもドラが2枚あったらあんな変わんなんないもん。なんないですね、うん、4万5万手出しになんないんで。となるとやっぱりウーソーはなくって、急走かパーソーかと、そういうことだよ。あ、吉田がテンパ、テンパってますね。はい、えリャウマ町の漫画あるよ。はい、単品赤ドラがシャーチャの後ろに入ってます。これ三蔵、これ三蔵でいい。そう、素晴らしい、これ素晴らしい、はい、リャンウマンやばいね、めちゃ強じゃないですか、ね、これリャンウマンやばいね、親の現物でもありますね、うん、これ吉田だね。いや強いね、これはリャンウマンさすがに強いね。あー、スーソー引いた、これ4万山です。吉田すげえな、川も全然全然テンパに見えないよ。三シャンテンでもおかしくないよ、吉田は。おかしくないですね。見てよ、急走1枚対リャンウーマン。おっと、こ
これはあロおおめあでもチピンが2枚ここにあんこ1個ずつ高めのチーピンそしてスーピンも1枚ずつです。押されたロマン押した、はい、さあこのリーチを受けて吉田はどうするか。つもぎ追っかけですねこれは。勝ち込みあ勝ち込まない現物のパーマンでした。現物のうちわかじゃあムスシ引いたら勝ち込むかもしれない。なるほど、はい、あの里中に対して危ないやつを切ってテンパがバレちゃうようならばこれも安牌安牌なんです。でリャンマンリャンマン8000掴んだのは里中です。上がりは吉田単品赤ドラ8000は8600点の上がりとなりました。あーなるほどな面白いな。これつもぎリーチしたくなりますけどね。ただリーチしないことで今のリャンマンは例えば高橋の方行って6つかもしれないと、うんうん、いや馬1人リーチになるそうですね。ただ2人リーチになら降りようっていうようなことがさっきの3品のように出てくるんで。はいあれ、はい、んどうしたの吉田の手おかしくないですか。吉田の手がおかしい。ちょっと待ってくださいね。まず高橋の手もいいですよ。いやてか吉田の手これダブリチャンスですよ。あ1ダブリだ。あダブリだ関連品でえしかもドラがある、はい、2枚なんちゃの吉田からリーチです。4品山に3枚あドラ表示牌なのかこれ2枚ですか。ただインスタントなんだよな。インスタントすぎる漫画だな、はあ、こんなもんうんカップ麺より簡単にできたなだってカップ麺だって3分かかんだぜ。まあでもここからがやっぱり難しいところでもありますからね。3分以内に上がるんじゃないのかいこれインスタント漫画。大石さんもこれはリーチされるんですか、まあ、いいこと言うじゃねえか。おいいこと言うじゃねえはいドラ表示牌のね完全品。私は一気通貫も一応あった。私はドラ表が大嫌いな人間なので、はい、ペンチーソーになってるかもしれません。なるほど二巡目リーチの一通ペンチーソー。いやごめんなさい黙ってんなんですね。あそれは渋いですね。渋い渋いとは聞いてましたけど申し訳ございません。激渋ですね。二巡目闇店5人綱川さんはリーチされますか。しますね僕は、はい、した方が得です。なるほど、はい、損得の話したら得です。その代わりラス率トップ率も上がるけどラス率も上がるというか、うん、着落ちも上がるんで吉田トップ目なんですよ今、はい、ここから3着に落ちることもあるんですよ高橋から追っかけ、ねうん、親が高橋なんでトータル129マイナスの高橋の親はもうねバーサーか。そうですねもう間違いなく、うん、よっぽど手が悪いとかじゃなければまず降りないですから。でこのリャンピンがハイパイ時点で今2枚いましたけれども1枚とかっていうところも結構あるんで。ありますね。篠原あこれでテンパドラドラのもう追いついたペン3万待ち3枚山だよ。立場としては2着目いやもう勝負でしょ。リーチしなくてもいいけど勝負6-4だからね。リーチしてもいいしなくてもいい64あるからねもうこれ2回言いましたね。64を8000にするのって結構あれなんで8000したね。はいここは熟考。あーチーソー積もってた吉田なんとラスハイのチーソーいったんですね吉田の積もり。私黙ってね20006巡目にスッて引かれてましたね。あしかあ一発だリーチ一発初ドラドラ上映ラスハなりません。8000はいまたしてもウーハンの上がりとなりました。篠原です。8000点吉田から上がりとなりました。余計なこと言わなきゃよかった。よしよ傷つけた。大丈夫です聞こえてないんで後で言わないようにする。あんなものリーチに決まってんだから。まあダブリードラドラなんてリーチに決まってるよ僕は嫌いなんだよそのドラ票が。ドラ票が人よりも異常に。なるほど、うん、さあこれで篠原が一つ抜けましたね、うん、難入いたしまして親は吉田です。ドラがパーマン。この点数状況でリーチを打ちたくないっていうのもあるんですか。あもちろんです。トータルポイントプラマイゼロっていうことと、うんうん、もちろんですよちょっとしたトップ面に立ったことと、はいはい、当然あんなのフラットだったら 100% リーチですよ。なるほど、はい、100% です。いろいろ込みで、はい、ちょっとやめとこうかと二調しようかなっていう局面があるだけど、でもそれでも五分五分ですリーチすることもあります、うんまあ、確かにね普通よりはリーチしづらいというか、はいはいまあ、リーチの選択が薄くなるようなシチュエーションではありますよね。ピンフにはなりそうだ。あさあ怒りの吉田。はい親の吉田が動きました、うん、怒りですねこれは、はい、ただ8000打っても打ちどころが悪くなかったんで、うん、むしろ篠原に打っちゃったってことで2着はキープできてるんで。そうですね、はい、3人落ちなければいいですよね、うん、まだマシなまだマシです。高橋に打つよりはよく高橋に親に親のあれでワンツー1万2000打ってたら最悪なんで、うんうんうん、3着落ちとかは、はい、
やってないんで1から3なんて。ダブリーじゃなかったらよかったな吉田さん、ね、2巡目にあのテンポやったらいいピンで外したかもしれないんで。おそらく外してそうではありますね。 それで一気通過でフィニッシュしてたかもしれないね。うん、ついてない。さあこのハンちゃん苦しいな里中です。そうなんだよな、はい、もっと苦しい人がいるんだよな。そういえばただ里中はこのハンちゃんは苦しいけれどもトータルでは大して苦しくないんで、はい、高橋の方がよっぽど苦しいですよ。はい、そうですね、はい、あパワー浮いた3秒でロンです。本当だ、はい、3秒でロンです。でもドラだから出ないか。まだ出なそうですかね。数万とか引いたら出るよね。出ますね。3万でも打つな。3万でも打ちますね。ロー1でも打つな。ロー1でも打ちますね。なんだろう、9かパーピンでも打ってもおかしくないですけどね。おかしくないですよ。あとは里中のリーチが入るかどうかですかね。そうですね、リーチにパワーは打たないからか、うん、なるほどね、確かにそうだ。今もつむぎりこれはちょっと余計打ちやすい、ちゃ打ちやすい。なるほど、今のうちっつって今パワー打っちゃダメこれ。ああこれは今のうちまだ出ない。すごい、これ重ねちゃったら鬼だね。鬼ですね。パワー3枚山でしょ。1、2、3、はい、15に重なりが期待できます、はい、ということは吉田の上がりも期待できるんだね。まあ十分つながりますね。何これ、カンちゃんからカンちゃんへ、うん、9番。あー今のうち切りたい、切った。パン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 打たれました。しし吉田の上がりです。これね、ドライチ2900点の上がりとなりました、はい、これ本当にこのパワーを先切るのは素晴らしいと思うんですけど、うん、たまたまね今回当たりだったんですけど、まあ、ちゃんと安牌抱えて、うん、もう自分の手に必要ないドラなんで、うん、全然いいと思いますね。いやしかしここまで7局寒い、分かんない、今止まってる、止まってます、ね、はい、ただいま対局者同士で何か話し合いが行われているようです。話し合い、はい、展望ですか、それともあ違いますね、温度調整でしょうか。はい、はい、申し訳ありません、一旦解説室にカメラを戻したいと思います、はいはい、寒い寒いね、控室の時言ってたんだよね、はい、あそうなんですか。いやしかしここまでですね7局ありましたけれども、篠原吉田篠原篠原吉田篠原吉田ラップ何何この上がり合戦2人で行われているんですよね、うん、チェケラーみたいなそんな感じでした。すごいテンポのいいラップ音とラップ音は違うやつですよ、ね、はい、そして里中が2回放銃という、そういう状況ですね。トータルはどれくらい、6、うん、はい、A ブロックのトータルは現状は鈴宮ということになりますね。なるほど、はい、いたね。そうなんです、麻雀、はい、ノーマル、そんな子がいたね、危ない子ね、はい、やべえやつがいましたやべえのがいたな、キャリア10年ぐらいのやべえやつが、やべえやつが、はい、いたな。なぜ、あ、そうだ、うん、そうか、自称は半年だったんですけれども、あの子ね、麻雀プロ半年の鈴宮ですって言ってね、8年ぐらい前に番組で共演したことあってさ、はっさ、何言ってんだこの人と思ってさ、さあそれで高橋はもうここから巻き返し狙いたいところですよね。2万点持ちもうダメだそうやありますけれども、少し離されてしまいました。あとは注目点はここで吉田が2着になりました、はい、篠原がこのままトップ取りましたとなると、これトータル3人浮きますよ。そうですね、吉田、篠原、里中と、はい、プラマイ付近にぎっしりという形になって、非常に混戦ということになりますね。そうですね、その辺にまだね、柚塚もいるし、山田花穂まだマイナス20ですから、はい、うん、これ今頃山田花穂ぶち切れてるかもしれないぶち切れ、はい、ぶち切れ感染、はいはい、さあそれでは皆様お待たせいたしました、対局者が皆さん戻られましたね、はい、そうですね、はい、申し訳ありません。それではここから対局を再開したいと思います。はい、何の一局の一本場からです。先ほどは吉田が篠原から2900点を上がりました。吉田篠原吉田篠原篠原吉田吉田、はい、来てますけれども、ドラが小そうでこの局はどうなるのでしょうか。規則性を探しましょうか。え、篠原です規則性的には篠原吉田篠原篠原篠原吉田篠原吉田篠原篠原って感じですかね。篠原上がりそうですね、ほら、うん、非常に今回も
上がりが見える手と言えるでしょうか。規則性を見つけるの得意ですから2分1勝負の、はい、親の吉田は役牌の難が統一です。はい、すごい手だねこれ。ドラうわめちゃくちゃだなこれは。何でもよしみたいなね、仕掛けてもよし。泣くの？この状態からは泣かないと思いますけど、うん、まあえ？赤ウーピンは泣くでしょ？赤ウーピン絶対泣くでしょ？赤ウーピンは泣きますよ。ただ赤ウーピンだけじゃないですか。さあいいシャンペン篠原です。うん。僕これウーワンとローワンポンテン取ってもいいと思います。なるほど。トップ目でライバルの親を蹴って3球プラス点でしょ？そうですね。これ5と6は泣いた方がいいと思いますよ。なるほど。はい。それが要するに極収支ではない半ちゃんの順位点収支、うんうん、はい。里中もいいシャンテンになりました。里中いいシャンテンになるの早かったね。これ想図が差し頃の部分が横伸びしそうなんで、うんうん、これはもう実質でアンシャンテン気分で、あ、違う伸びだし。それは小さいでしたっけ。そうですね、この息は外せないですね。そしてですね、親の吉田もドラドラのいいシャンテンになったんですね。南ちゃんは？南ちゃん、南ちゃんは場に出てない、はい。あれ？一気に場が進行してまいりました。まだ一段目早いですね。この十分計なんかハイパイを取った時は篠原の圧勝だと思ったんですけど、はい、やはり麻雀っていうのは積もってるのも大事なんですね。大事ですね。一瞬でこんな変わっちゃうんですね。そして里中も何ですか今の3、4号ですか。里中の今の3号なんですか。おっさんですね完全にはい、あ、ドラガンコリーチだ。このテンパイがあったかリーチ。これは意外と外すかも。いや、数ワン2枚山リーチ3ワン切り、あ、ウーワン切り、うわー、何ポンテン3面ちゃん。そうですね、それの方が確実っていう判断なんでしょうね。ポンテン、あ、ポンテン取った。篠原が行きました。やっぱ上手ですね。あ、はい、僕はあ、終わった。吉田の手は、はい、終わったね。さあ、このあっという間に3900点を上がりきることができました。3900が4200、はい、高橋からの上がりです。吉田の大物手、ただ今は親利を関数マンでしとけば、はい、親利で今の何も起こんなかったんですけど、僕は吉田の打ち方好きです。同じです、私も、うん、ウーアン3万どっちか切ります。外したいですね、はい、うん、あれは外したいです。絶対に上がりたい手なんで、うん、はい。しかし予言もは叶いましたね。篠原の上がりということになりました。次に無一、じゃあどっちに張るかの話私篠原だと思いますよ法則的には違いますよ。てんこてんこなんで、はい、今篠原吉田篠原篠原吉田篠原吉田篠原です、はい、これは吉田です。いや、ここは篠原ですね。吉田見てください。何の2曲、親が里中ドラがイーマンです。かなり苦しい上腕からいきましたね。なるほど、はい、あ、里中もかなりいいですが篠原これです。この辺でドローっていうか、なんていうか、ドロー流局ですか何かが起こるかもしれない。他の人の上がりっていうかね、はい、まあそろそろでも8局あれ何シャンテンだ。ちょっと待った、国士無双のお話でしょうか。3シャンテンですかね。九州になったような気がしたんだ今、うん、九州は3シャンテンなんで今2巡目でしょ。あるぞあるぞ。吉田の上がり番となると大物手ということになりますね。いやいや、まあ、こっからが国士は難しいんですから。本当国っちゃう吉田クリスマスに告っちゃう。うわ、なんか叶えたいですね。響きはすごいいいんですけどね。これさあるよ、南ペ白9万ありますね。あるよ、全然全然9万だけが薄いんだよ、うん、ドラ表示のすごい上引きましたけど、10万引きは嬉しいですね。これは難を切って、それを切っちゃうとローソーパーソーの受け入れがなくなると、うん、何を切ってもよかったかなとは思います。そうですね、はい、吉田ピンズに膨らみを持たせていましたが、ここでどうするか。いいソーツも切った、ま、ね、いいソーツも切ることによってちょっとしたフェイク、そうですね、はい、国士じゃないよとピンズの本質も考えてくださいっていうね、なんていうかちょっと課題を押し付けましたね。里中は悩んでマス嘘を引いてペンちゃん落とそうとしてるんですが、うん、パーソーにしましたね。ペンちゃんストレートもちょっと痛いと、はい、3ピンは2枚切れですが、今回は一旦持ちましたね、はい、そうですね。これはちょっとどうだなあ、いまいちこれなんだよね。そうですね、じれちゃうんだよね、はい、早く早く張んないと
特にフェイクはスーピンが残ることになるんで、うん、ピンズの248は残っちゃうとちょっとやめたくなっちゃうんで、はい、早いところイーシャンテンになりたいんですよ国士は。そうですね。さあ高橋がチートイツのイーシャンテンになりました。高橋は全然来ない。高橋勇気いるね。あの負けてる人がチートイツやるってストレスなんだよ。うん、なかなか張らないからねチートイツも、まあ、常にね、うん、メンタンピンドラトイおいおい一瞬だよ。まだリーチ早いか。でも国士がいると自敗で待てないぞ。難しいとこですね。あすごい、現物待ちとしましたね。すごくない。うん、一旦これすごくない。パーピー今吉田から打たれましたが上がらずとしました。これすごくない。こんなも上がってられっかと。あーすごい、一スッチ篠原からリーチ、なんか重なって、いやこの見逃しがどうなる。一巡でいろいろなことが起きましたね。起きすぎた。見逃しからの、おわ、しかも短期待ちを見逃して次に自敗待ちに、どうする、わからない。もう急走は振り点、振り点、一旦振り点に受ける。いやこれはもうね、一数チーマンさすがに勝ちでしょ。相当強いですけどね。数万はないけども、ドラの E1 が3枚、ドラの E1 3枚、3枚、そしてチーマンが1枚。あ、バイチリーチだ。これでリーチですか。でも国士いるんだよね、うん、どうしますか。まあでもリーチですね、はい、ダマなら吉田から出たかもしれない。ダマならかもしれないですね。シャーは先制リーチを打って、あシャーでもこれ、あ出るかもしれない。あでも急走、とりあえず急走か。あでもシャー打つか。あ打っちゃった。そっか、痛い。一発で高橋流り、リーチ一発、チートイツ、裏ドラローソー乗りませんが、これは見逃した甲斐があったということになりましたね。ただこれはね、はい、6400です。急走打った方が良かったんだけど、はい、高橋が振り点の急走を手出しでリーチなので、チートイツは見えないんですよ、はいはい、しかもパーピン手出ししてそうね、なんか急走手出しして、うん、でこれちょっと きつい言い方するけど、吉田がトッププロになりたいんだったら、こういう、ああやっいや よく考えたらね、冷静に考えたらこんな街ないんだけど、うんうん、こんなこともあるんだっていうのを積み重ねていって、うんうん、なるほど、次につなげてほしい、明日につなげてほしい吉田には。はい、6400点の展望移動となりました、はい、続いては何の3曲。これめちゃくちゃ痛いんですよ今の64、はい、まあ、確かにね、たまにありますよね、こういう本当に リズムで考えるとなさそうな街なんだけど、うん、そうなってることがあるんですよね。それでもあと3秒考えれば、うん、吉田だったらできたはず、うんうん、急走切れたはず。なるほど。打点3200で済んだんで、はい、そうですね、いつか切るとしても、でも切るんですよ、すぐ急走切ったら次切るんですよ、うん、でもそこをそのなんていうか、あと3秒考える癖を吉田にはつけてほしい。なるほど、うん、さあ高橋このはんちゃん初めての上がりとなりました。あそうだね、ついに来ましたね、はい、なんでもう十分2着、うん、もしくはラスオーヤでトップを狙える点数状況まで来ましたね、はい、早速篠原が動いております。薬杯のチュンをポン。ただこれあ篠原親でしたっけ。親ですね。里中がイーシャンテに見えたんですけど、トイツが5個あったんだよね。なるほど、うん、イーシャンテですね、はい、私の記憶が確かならばトンがあんこになりました。もう里中展望的にこれは数あんこ行きますか。いやいや行きますかに対しては行きたいですとしか答えはないんですけどただですね、これ急走がもう倍1なんですわ、はい、もう1枚の急走打たれると一気にテンション下がりますね、うん、これポンできないじゃないですか、トンが役じゃないから。そうですね、あそもそも切ってないわこの三蔵がねポンできないと用いて、あローピンポンだ、はい、篠原先ほど今のトイツに手をかけておりました。いいですね、これはいいですね、染めた方がいいですこういうのは、はい、もうなんて言うんだろう、どん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 かっぱいで、うんうん、この半チャンで2回分のトップ取ってやると。そうですね、7万点ぐらいいったら、はい、7万点になったらいくつなの、40、40、80か。そうですね、7万点でプラス80なんで2回分のトップ取ってやろうっていうぐらいの気持ちでいた方がいいかもしれない。これ三蔵打たれてスルーしたんで、ここでトン切り、嘘ついておりましたまだまだ一応そのないわけじゃないですからね、はい、あとあれじゃないですか、ピンズの方だから急ピン先切ったんじゃないですか。あーなるほど、うん、待ちにならないからどうせ、はいはいはい、なってもしょうもないから。
ハツが重なっていいシャンテンですね、吉田は。上手に重ねますね。虎の数万、そして赤馬がある手です。そうですね、どっちも出ていっちゃうんですね。うん、どっちかはしょうがないですね、出ていっちゃいますね。ハツもちもちでしたっけ？あ、高橋と。もちもちになりましたね。ということは、サブローマン、両面にすれば上がれるんで、はい、これ大体両面になるんで、スチソ飛行が何しようが。あ、そうですね。はい、だから、多分、これね、数ピン切った方が良さそうなんですよ。まだ張ってないならば、E ピンをポンされるから、なるほど。さっき、遠い昔ですけど、40分ぐらい前に、あ、お、嘘切りということはもう、天敗の方が多そうと思ったということですか？統一落としの後、統一落としの瞬間ですから、難しいですね。張っててもおかしくはないけど。なるほど。ポンも含めて行きたくなかった。あ、これローリングガール。直してます。出たローリングガール。ローリングガール。回ってる女の子って回ったじゃないですか。すいません、いや僕が間違ってました。女の子回ってる、はい。ローリングガールです、間違いなく。はい。合ってます。あ、つい興奮すると結構母国語が出ちゃうんで。母国語、はい、やっぱ日本語はちょっと噛んじゃいます。日本語噛んじゃったんで母国語が出ちゃうんですね。なるほど、出ちゃうんですよ、やはり帰国子女だったんですね。あと、あの吉田を世界に発信したい。はい、高橋テンパりました。高橋の手はどうすればよろしいですか？ピンズの本質がいて、ピンズの具形じゃないですか。だったらもう、あ、ウーピン待ちっていいんですよね、意外と。あ、ローピンがポンされて死ぬから危ないじゃないですか。はい、ウピン1枚いています。結構危ないですね。山には赤ウピンが1枚。今危ないですね。これどうした、初打つなんてあんの？いや、初は打ちづらいですけどね。吉田もすごい悩んじゃってるもんね。しょうがないから数ピンとか打ちます。でもな、赤ウピン持たれてたら。吉田家族が見てるらしいよ。あ、そうなんですか、うん、吉田も見てる。吉田も見てる、篠原も見てる。ほら、初行きましたね。ローワン引いた時だけ勝負だし、これだとドラさん確保されるし、はい、なるほど、スーピンもチーできるし、はい、クイタン、うん、なるほど。だから家族見てんだぜ、初キロ。はい、大井さんのご家族は。私が麻雀をしていることを知ります。そんなことあるんです。あるんです。あ、今知ってて聞いたんじゃないですか、ダチさん。私はなんとなくですね。なんとなく、なんとなく。私はそうです。6万はチーしなかったですか？6万チーしていいピン切りっていうのあるんですか？悪くないですね。悪くないよね、万願の時のみ。うん、あ、6万チーしてたら、あ、吉田きた、半ローマンで追いつきました。これは行きましょうか。行っちゃえ、2山行っちゃえ。吉田行ったら2枚山、赤もドラも使い切ることができましたね。残りは2枚。ウーピンがもう1枚しかないからね。あ、でもウーピンって赤い方じゃない？赤なんですよ、うん、引けば赤。クリスマスカラーのウーピンが。あー、そっか、うん、そうなると。でもまあローワンも一応ね、ローワン2枚下赤いんで。確かに、クリスマスカラーではありますね。確かに。何の話をしてる。で、タクは緑で。確かに。あ、いいじゃないですか。何の風ですか。篠原がそんなことより大変ですよ。手詰まったの？手詰まってるじゃないですか。3ピンは取ってないのか、そっか。9ピンが一応ワンチャンス。片方のゲーム。さあ、どちら、ローワン対赤ウーピン。あー、ドラ。おー、怖っ。寒っ。寒。パクッと食べちゃいたいような数ワンだったね。これはや、これは寒いですね、数ワンはね。富士通過。はい。あ、筋通った。3万通って、これローマンを誰か打つことあるかな。里中は、あ、天敗、地味に、はい、イーソー短期、地味に天敗しましたね。バニーイーソーはない。え、イーソーってどこにあるんですか？イーソーは三山、三山ですか、これ。あ、ローワン掴んだ。アウト。これはどっちかを切る。イーソーはションパイで、ローワンは選ばれてもおかしくない。しかし里中は硬かった。6100点しか持ってないですよ。そう、よく降りれる、ね、なんて止めたんですか今。もうイーソー短期リーチして即死してますよ多分、うん、もう綱川さんは即死です。あのぐらいの点数になるともうね、ダンプカーのようにリーチ暴走してしまう。、はい、もうあそこから、これ、あ、順からになっちゃった。残りはウッピンの1枚。なんてことだ。あ、しかも積もった。クリスマスからリーチ、ツモ、赤ドラ。あ、メリークリスマス。ここで初裏裏です。完全にメリークリスマスですよ。仕上がりました。3000、6000になりましたよ、このウカンウピン。
あら、里中ってローワンが誰かに当たることを知らないんで、そうですね、言いそうでとどめさせてよかったって思ってるんですよ、うん、あの一発で掴んでたんですよ高橋が、うんうん、言いそう掴んでましたね、はい、ただローワン当たりなんですよ。うわ、だからもう里中は何にもやることがなかった。そうですね、はい、ま、マシな選択をした、うん、さあオーラスになりました。高橋トップありますね。全然ありますよ、はい、篠原に親っかぶりをさせたことで非常に僅差になりました、はい、そして吉田が今度は2着が遠くなりました。そうなんですよ、はい、さあこのようなオーラスを迎えましてドラが3走です。あのね吉田がねたられば言いましょうか、うん、いい、あそこでチーマンをしてれば3万積もってるんですよ。なるほど、うん、リーズも赤ドラドラを叩き切って、そうです、7切った後に、いや7切った後の4は通るんですよ。まあまあまあ、まあ、2は通ってたんで、まあまあ通るんです。まあまあでもドラですから、はい、高橋、はい、篠原その点差わずか3000点です。だからシャンポンにしてもいいんですよ。445番の赤馬切ってば、あ、それでも上がった。なるほど、全種類上がってるんですよ、チーマンさえ切れば。だけどあの時に初を切ったんでね。しかしこの展開で篠原またしてもトップをまくられるなんてことがあったら、なるほど、それはお母さんに電話しましょう。うん、非常に苦しい。お母さんには、お母さんには電話してます。それはお母さんには電話しますよ、さすがに。そんなまくられ方は、お母さんにはまくられてなくても電話してるんで、はい、常に電話してます。分かった。さあこの2800点のリードを守りたい、はい、うーん厳しいですね。でもね厳しい、簡単には、簡単には結局このなんだろう、この手を降りて終わりとかそういうわけにいかないじゃないですか。嫌だ、うん、ドロドロだよ。どうせ高橋も押してきますからね、うん、戦わなくちゃいけないですよね。すごいね、あの吉田がドラドラで里中が赤赤で、ほんで行かなきゃいけない親の高橋がいるわけでしょ、はい、これをぶつかってもおかしくないね、大きい手が。これ降りない人が3人いるんだもん。もう高橋いいシャンテンですからね、なんなら、はい、うん、あ、あダブダンが重なってダブダンドラドラ。マンガンだよ。ただマンガンだと。マンガンは届かないですね。ツモは届かない。直撃は届かない。高橋直撃は届きますね、はいはい。あと高橋からリーボーが出るかもしれないんで。うんうんうん、3秒後に。はい、現状は14500点差です。145はダメなんだよね。145ダメ。うん、あのマンズも届かないんでリーボーが出ても。そうですね、はい。リーボー2本出ちゃうか。っていうかねこれ。はい。篠原パワーワン切ってたんですよね、さっき。本当だ、これタイヤじゃないですか。そう、あ、E1、 あ、タイヤをなんだ、タイヤ、なるほどなるほど、うん、タイヤをに行きたい、仕掛けたい形。そういうことですね。これが多分まあ今までの手の選択の中では一番仕掛けが効く形ではあります。そうですね、いいシャンテンだ。こうやってやるんだぞ、こうやってやるんだ、覚えとけさあ、あ、ドランコだ、これは老僧と教わりました。そうですね、教わった気がします。マンもありますね。そしてマックスはスワンコですか。あるんじゃないですかね、全然ありますね。ローワン1枚残ってる。篠原の3品将来危ないかもな、これ親の現実。あ、危ないですね、マジで展開によってはスッと打っちゃうかもしれない。篠原が漫画補充なんつったら大変なことになるぞ。また着落ちだからな。ダブラン3アンコドラさんはおいおいおい、跳ねたら跳ね直したら1から3だぞ。親からリーチ来てふっと現物の3品打った瞬間に1着から3着に落ちて、はい、6万7万2千点の補充それは痛すぎますね。篠原と吉田の点差は17300点。これだって何、2枚山でしょ。そうですね、2枚山です。何引いたらダブラン3アンコドラさんって黙っぱねでしょ。黙っぱね。篠原どうするか。パワーワンつもぎりそうです。これ危ないですよ、うん、危ないですね。それまでに先に高橋が天パンなんですね。を入れたいところ。何引いたら吉田勝ち、うん、相当勝ち。いや里中も形が良くなりましたよ。三品結構里中も三品が待ちになる可能性が高いですよ。これ今切れる。あ、今切れますね。あ、そうか、 E1 切っちゃってるんだ。 E1 は一応切ってるけれども三品、あ、3は入った。ほら。老朽ピン待ち、リーチピンフです。親の高橋。これ9ピンが3枚出てるんで、山にもう2枚しかないんで。うっ、スーアンコ来た。3。おー、いいシャンテン。あらららら、しかも2ピンも1枚残ってる。何が2枚いる。ローアンも 1枚残ってる。ローアンは2ピンが5枚いました。ローアン1枚いる。うわ、これ。
スワンコ4山じゃん。リャンピンローワン1枚ですと何が2枚。これ今ねリャンピン引いたんでこれで3山になりましたか。切ったらポンだよ。切ったらポンだよ。ダブナントイトイドラさん3アンコあるかもしれない。切ったポンだ。ポン。これバイマンつもトップだよね。トップです、ね、これなんつもったらバイマンでしょ、はい、バイマンですね。ダブナントイトイ。しかも親から羽根チョコもある。あ、これ篠原も動きましたね。これ篠原から何が出るか何を積もればトップだよ。トップだ。吉田。山に2枚。関数ピンの天杯直前に切られました。あ、これ投的有利。全然ある。あ、そうですね。あ、打ったー。うわー。先に打ったのは9ピンです。これはしょうがないな吉田。しょうがないですね。高橋上がりリーチピン風。裏がなしです。2900点の上がりとなりました。ということは篠原高橋のトップ争いまだ次局に持ち越しということになります、ね。まあ上がり。うん、そうだね、はい、うん、そうだ、びっくりした、何が起きたの。上がりやめもないしね。上がりやめはないです。だから、うん、いやー、今吉田の手は夢があったけど。吉田ドリーマーだよね。なかなかバイツボと羽直の手を作って素晴らしいよね。しかも十分可能性がある手でしたからね。ちょっと興奮したね。いや、今のはもうドキドキしましたね。さあ、続いては何の4曲1本までです。ドラはリャンピン。ざわざわしているコメントもざわざわ。今のね、もう吉田のファンがぐわー増えたね。はい、あ、いいじゃん。さあ、わずか100点差の突破争いです。これすごいよ。誰が何を積もっても高橋3万点損する。つも300、500って誰かが言った瞬間に3万点損する。もう3人が終わらせに来るような状況ですもんね。もうこれ以上は、はい、もう辛抱たまらんすよ、こんなのは。吉田、あれ、あ、テンパったリーチだ。リーチ、あー、高橋3万点損する。何されても。あ、でも誰かから上がればいいのか。吉田が、そうですね、横移動する可能性も十分あるんで。それが一番面倒。サブローマン6万山です。だから難しいんですよ、これ。ポンポン、これ本当難しいですよ、高橋はね。はい、トンポンしない人いると思うんですよ。います。それは要するに里中からと篠原から上がってくれればトップだから、はい、でもただこの手だったらポンした方がよくないですか。そうですね、上がりに行った方がよくないですか。あの流局っていう選択肢がちょっと薄いんで、はい、そうなると上がりに行った方が良さそうですね。さあ、このトンポンを見ると篠原も簡単にはやめられないですね。ただこれは篠原が僕圧倒的有利だと思う。やめた。あ、やめた、やめた。篠原圧倒的有利だと思うよ僕。篠原白はポンせずです。篠原有利ですよ。これね、難しいんですよね。あの高橋も篠原もあのお互いがどう出てるかっていうのを、うん、結構気にしなくちゃいけないんで。そうそうそう、探り合いです、はい、はい。高橋はもうポンして私は行きますよというのを見せてから、はい、あのちょっと篠原を牽制してるんですよね。そう、だからもう人狼ゲームみたいなもんですよ。探り合いです。あ、いいじゃんって。両面両面、これなら言いそう。行きますか。これなら行きましょうよ、はい、ウーピン現物だし、これは行きましょうよ。これパーピン出るんじゃないですか。たあのほら出た。これでチーです。合わせて行きますよ。合わせてチー、はい、はい、チーウッパーソー勝負。現張りですよ、現張り。ウッパーソーも残りすべて山です、ね、6枚6山、はい、サブローマンも強い、そしてウッパーソーも強い。これは高橋、え、これ6対 6? はい、うわ、6対6ですよ。これで1枚減る。絶対決着しますからね。いやー、詰まってるかな。みなみちゃん、なんと初は場に1枚ずつ切られています。あー、自敗に頼るしかないですか。いや、いいピンもあるよ、いいピン。あー、いいピン筋、はい、とりあえず自敗どっちがいいんでしょうね。いいピン、いいピン、ドラ表自敗の1枚ですけど、ね、これはでもそれでもやっぱ篠原が有利なんですよ、この状況は。なるほど。高橋が1500上がってもまだもう一回やらなきゃいけないんで。そうですね、はい、で吉田が上がる分には自分トップなんで、篠原有利です、これは。うん、相当有利。まだ姿を現さない、ね、6対5ですね。11枚いますね。11枚って結構2人でやってるんで、いっぱいありますよね。必ず決着、はい、絶対に決着します。これだけはもう断言できます。これが有力することはないです。さあ、篠原ローソンに手がかかりましたが、何が重なったことでまた選択が増えましたか。あの、いいシャンテンなんでね、はい、行っちゃっていいのかしらと。三蔵ぐらい筋ですね。はい、三蔵いきましたね、はい、決着しますよ、絶対に決着します。これは
結構大きい差になりますが、サトナカ、でもこれそろそろパースは危ないかもしれないですね、うん、こうなるとローマに手がかかることはあるんでしょうか。何が一枚切れ切るなら何、現物はローソー、何かローソーでも、うん、何にしますか。素晴らしい、いいよ。さすがにローマ打てなかったか、3366、そうですね、うん、これウッパーソーまだ1枚しか減ってないんだから、あと5枚、あ、ここに来た4対4、篠原すごいですね、ことができるか、当たり牌しか持ってこない、これはもう行くしかないです、どうせ。あ、でも能天下龍局勝ちか、はい、もうあの12巡目まで来たんで龍局が見えてきたんですよね。失礼しました。そして篠原先ほど統一落としをしていると、統一落としで降りたと、あと5回、6回あって、6回のうち積もられなければ今度は高橋の勝ち、はい、これは折りもありますね、失礼いたしました、折りもあります。でしかもウーピンが4枚見えてて、はい、一応ドラガリアンピンとはいえ、そうです、何枚かは打てそうな牌はあるんですよ、ローソーがありますし、申し訳ございませんでした、はい、筋の筋のリャンゾーですね、はいはい、一応天牌の可能性も残しながらという感じ、はい、そしてローマが1枚減りました。なんだって中がイーシャンテン、はい、ということはサブローマあと3枚ですね、当たり牌しか持ってこないこの人、篠原ウッパーソーは今は助かるんですね、はい、はい、大丈夫です、今は驚異の吸引力ですね。地位点は取らずとしました、高橋です、地位して数万短期ですか、うん、もう現物現物現物って、あの、あ、現物じゃないや、何の統一落としから現物って篠原が来てるんで、はい、あ、これ篠原降りたんじゃないかなと、あ、天敗、しかし天敗ましたよ、サブローマ、これ今は切りやす、切ってもいいですよ、これいいと思いますね、はい、まあ見た目上は結構危ないですけど、これで数万が見てますね、あ、当たりになっちゃった、数万が、だからこれもう、うわー、きつい、きつい、数万、これは神茶、神茶、うわー、これは神茶取りて、これは篠原が勝ったよ、これはということでしょう、神田な吉田でした、これは厳しいな、300点、しかし非常に価値のある2000点ですね。高橋が押してれば勝ってた、赤嘘積もってた、そうですね、そう、非常に悩ましい順目でしたね、高橋は。いやー、すごい顔して、うん、なんか攻撃型の選手がこの負け方するの一番嫌です、一番嫌ですね、ま、私のような守備型の選手が、はい、現物がなくなって折り打ち1万2000すると同じぐらい、彼女にとってはこれ苦痛でしかないんですよ。そうなんですよね、あの数万って別に、はい、あの押してもいい牌なんですよね、押してもいいかどうか分かんないけど、まあ、なんていうか押す選択肢もある牌というか、はい、だからそれを押せなくてこういう結果になってしまったっていうのは悔しいな。高橋を考えるとちょっと辛いな、はい、ショックですね、うん、高橋は辛い、しかし篠原は、うん、あの印象で粘って使い切ったという事情がありますよ ね、 あのね、当たり牌をひょい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 4枚ぐらい持ってきて、うん、で当たんなくなった瞬間に打ったんですよね、うん、イーシャンテネ粘り、そして最後打ち取るという、うん、はい、非常にこのテクニカルな曲だったのではないでしょうか、はい、なんとか1回戦はね、こうトップまくられてしまいましたが、2回戦では守りきると、はい、そういった展開でした、はい、さあこの後もですね、3回戦4回戦をお届けしてまいります。皆様準備の時間をいただきますので少々お待ちください。スリアルチャンネルをご覧いただきありがとうございます。スリアルチャンネルでは麻雀や人狼の動画をほぼ毎日アップしています。チャンネル登録はこちらにお願いします。高評価もお待ちしています。